はい、おはようございます。千葉ワンオー TV でございます。今日はね、手長エビ、今季4度目かな、やってまいりました。それでね、今日はね、江戸川じゃなくて、荒川でございます。ね、今ね、陽子さんがね、1匹釣りましたよね。まだね、僕餌もつけてない状態なんですが、早々に釣った感じでございます。ちょっとね、肩はちっちゃいみたいなんですが、まあ、食いはいいみたいな感じですよね。早速ね、準備してやっていきたいと思います。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今日の仕掛けはしもりでございます。見えるかな、見えるか、よいしょ。お、すごいね、釣り場所、釣りやすい場所だね、ここはね。意外にね、あの石が大きいね。おはようございます。おはようございます。今日はうなぎですか？うなぎある。欲望の塊。食べたい。食べたいですよね、うなぎ。食べたい。で、今そう言いながらやってるのが、手長でございますね。はい。まあ今日はいっぱい釣れることを期待して、頑張っていきたいと思います。はい、こちらはね、陽子さんでございます。おはようございます。ね、よろしくお願いします。まあさっき陽子さん一匹ね釣ってましたんでね。はい、なんだよ、誰だ？あ、高屋、何釣れたこれ？ハゼ。え？マハゼ。どれ？どれ？あ、透き通ってますね、マハゼ。おー、やった。いいですね。おめでとうございます。これはゲドウですからね、今日はね。はい。下道でございましたと。はい、いや、ハゼとか嬉しいわ。この間もハゼ釣れた。本当ね、嬉しい下道。そう、まあ、マハゼだからね、うん、ダボじゃないからいい、ね、一緒にあげちゃえば、ね、ほんとほんと。唐揚げ、唐揚げするからね、パパが。はるくん、おはようございます。おはようございます。今日はどうでしょうか。何釣りに来た。まず手長エビ。あ、手長エビ釣れると思いますか。うん、どれぐらい。そんなには釣れない。あ、そう。はっきり言いますね。はい、じゃあ、はるくんも頑張って釣ってくださいね。ね、わた、今日晩ご飯ないからね。船通ってる。あ、ジェットか。ット、はい、じゃあこれ。ああ、釣れてる釣れてる。あ、潜られた。いや、いや、ブル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 ってきて。陽子さんが、釣ったみたいですね。あ、手長です。はい、でさっきね、陽子さんパパの方もね、釣ってみたんでね、今4つぐらいいるのかな。僕と高山はね、もうこんな感じです。はい、あのね、ウェイクボードやってて、そのボートの引き波がね、強いんですよね。はい、若干ね、今何もなければね、多分ものすごく釣りやすいと思うんだけど、ウェイクの波がね、結構、邪魔かなっていう感じでございます。タカヤン釣りました。ありがとうございます。くそ、俺だけだ坊主。参ったな。いや、参りましたよ。ちょっとね、考えさせていただきますよ。あれ、あれ来たと思ったらね、違ってた。
引っかかっただけ。負のパワーがね炸裂してます。ちょっと、気を入れ替えてねやりたいと思います。俺だけだよな釣れてないの。まずい、窮地。すぐさまね、陽子さん釣りました。俺だけだよ釣れてないの、マジでやばい。釣れるはずなんですけどね、僕もね。もうね、ウェイクボードもやってないんで、引き波は来ないんでね、俺にもチャンスはあると思うんですよ。はい、悔しいけど頑張ります。ですね、今どうやらね陽子さんの方がおかしいね、釣れると思ってたらなぜか赤虫使ってるんですよ。で僕とね高井さんはミミズ使ってるんですよね。なんかここの、ポイントはね赤虫がいいみたいですね。知らんかったな。やられた感は、多少あります。今度はねこれを使って、僕はチャレンジしていきたいと思います。やられたよな。今ですね陽子さんのポイントをねちょっと荒らしてねいないんですよ今。ってことはまあ陽子さんポイント、一番釣れてるんじゃないですかね陽子さんポイントね。まあそこら辺をねこう狙っていきたいと思います。あの高屋ね強欲にもねうなぎ狙ってね今サオサギが動いたんですよ。で結構動いたんだけど流木かもしんないけど分かんないですよね。まあ餌はドバミミズってまあ大関ですよね。ぶっとやつ。うん、あれ来てる。あ来てんじゃない。あゴロタね。あ本当だ。あ全然食ってないね。うん、流木かもしれないですよね。まあこの欲望の塊がね、どこまで通じるかっていうところですよね。うなぎかば焼き食いたいと。参りましたよ。金子パパは結構釣って、陽子さんもぼちぼち上げて、高谷もまあ3匹ぐらい上がってるんだけど僕だけね1匹も上がってないんですよ。はい、もうしょうがないですよね。引き波も強いしね。参りました。これはね腕だな、うん、間違いなく、うん、これはね腕しょうがない諦めです。じゅんじゅんする。